はい。上提手腕ですが、えっ、ー、と、このようにね、ウェブ上で見れるのは大変便利なんですけども、縦長になっていて、で、これを PDF ファイルに例えば落として、印刷して、そしてその上で書き込んでいろいろ、まあ、分析をしたいというときには、ね、どうしたらいいのかということですね。いろんなページがあります。で、基本的に、いいいい例えばね、これはまあ、ページで収まりますけどもね、これは例えばページキャプチャーすれば収まるんですけども、 例えばその第1ページ目ですね一般チャートを出力する場合このように縦長になりますでさらに、えー、と打者をこれレベル2まで見れるようになってますけどねビムショットやり打者チャラ打者それをさらにレベル3まで見ようとする場合、ね、もっともっと縦長になってですねこれをどうやって印刷したらいいのだろうかという需要があると思うんですよねでそれについてどのように対応していけばいいのかという説明ですおすすめしたいのがですね はいこれですね。Chrome というブラウザーを使うとこのような拡張機能を使うことができるんですよ。それでこの問題が解決します。例えばこれね、Chrome で Web ページ全体をキャプチャーできるって書いてありますけども、えー、っと、このね、えー、これで検索していただいてですね、で、えー、っと、 まあ見ていただく、これを読んでいただければね、どのような機能なのか、どのようにインストールしたらいいのかって載ってるんですけども、まあ具体的にやっていきますね。で、まあフルページスクリーンキャプチャーでね、検索をかけると、Google Chrome のこの一番上の行にこういうのが出てきます。これをクリックしてですね、で、Chrome に追加というこのボタンを押していただければ、拡張機能追加。そうするとですね、 えっと、カメラのアイコンが出てくるんですよね。これを使えばいいわけです。で、先ほどの、例えばこのジョーティシュワーの出力を、ね、キャプチャーしたければ、これを押します。そうすると、このようにですね、キャプチャーして、で、えー、っとこういう画面が出てきます。この縦長の、P まあ、ファイルとして出てくるわけですね。これを PDF ファイルとしてダウンロードするわけですね。 ここで、えー、とダウンロードします例えばデスクトップ上にとダウンロードするとしますよね。でそれで例えば2019年11月3日で、えー、と N さんとかねのホロスコープという感じでまあどういう名前でもいいんですけどもセーブしますよね。 で、これでダウンロードして今、今、保存されていますと。デスクトップに行ってですね、で、これをダブルクリックすると、えー、このようにね、表示されるわけです。で、これは Windows 10の場合ですけどね。で、これを印刷して、えーね、ね、えー、紙ベースに出力することができる。 で、その上でいろいろ書き込んでいくこともできるわけですよね。私の場合、ブラウザーのこのプリンターですけども、皆さん、えー、こうやってね、ボタンを押せば出力されるわけです。例えば、そのままプリンターに出力しても、こう、1、2、3ページにわたって出力されるわけですよね。はい。で、これが、あ,あの、Windows 10上で使える Chrome ブラウザーを使った、上、ね、TC1 の PDF への変換方法でした。 以上です。